にちは、かくすけです。猫侍続きやっていきます。あれです、次は、あ、前回は何だったかな、ツボ、そんな感じの人に出会いました。うずきの29、うん、これでいいでしょう、きっと。で、兄弟がいて、あの二人をね、修行するのが、どうしても止まってしまうんですよね。で、あの二人のイベントは私はもう諦めることにしました。実況が終わった後に、個人的にプレイするときに、あの子たちのイベントは進めようと思います。もうちょっとね、心苦しいんですけども、心が、胸が痛いんですけども、まあ仕方ないかなって。あ、ちょっと時間飛ばしちゃったな。すみつぼかな、すみつぼたく、この人ね、生活道具が置かれている。あ、それだけか。やっぱね、誰か一つのね、イベントに絞った方がいいと思うので、私は基本的に前回あったすみつぼさんと、あとはこの玄庵さんか、ニエモンとキサあたりのメインストーリーを進める感じでやっていこうかなと思います。あ、歓楽街は昼に行ったってな。時間が、メインストーリーっぽいのは、あとはここの八幡宮のあのおじいちゃんですよね。ここら辺をね、主に進めていこうと思います。多分ね、一つのルートに絞らないと全部中途半端になってね、いいエンディングは迎えられないんじゃないかなと思ったので、これは、あ、ここか、あれりゃちょっと時間が無駄になっちゃった。はい、ということで、そこら辺ね、中心として動いていこうと思います。あ、飲み屋さんも気になるんだけどね、すみつぼたく、いないかな。いないね。どこに行けばいいかな。あ、この時間となると飲み屋かな。ひげ屋。あ、でも結構明るくなりましたね。ひげ屋に入ってみましょう。外観と比べて、あ、清潔だ。あ、いますね。じゃあ、おせんさん。どうした？読み込みが遅いぞ。あれ？これは、あのイベントに限らず？うわー、あまり良くないディスク買っちゃったかな、これは。もう一個買った方がいいかな。ダメっぽいですね。そんなディスク汚れてる？あ、さっきの間何もイベントなかったからいいんだけど、傷はそんなに入ってないと思うんだけどな。あ、でも、横向きにちょっと傷が入ってるのか。ティッシュで拭くのもどうかと思いますけど、よし、一応拭きました。はい。それとも、あ、でも他のゲームではならないから、うちのプレステ2のディスクの読み込み部が悪いとかじゃないはず。多分ね、このディスク1さえ超えればこういうことはなくなるとは思います。さっきは時間無駄にしただけだからね、いいでしょう。
何しよっかな。さっき言ったところ全部ダメだったから最初にスミツボタクに行くのはやめて、最初にあのおじいちゃんの方に行こうかね。ほい、2、行くぞ。大丈夫だよね。移動します。ここは誰もいないね。0時だもんね今。だから、あ、4時になりましたね。4時になって4時、何もないよな。もう一回ヒゲ屋行ってみるか。これで固まったらヒゲ屋も禁止ですね。うん、あ、閉まってた。そっかそっか、こんな時間はさすがに無理なのか。9時、よし、おじいちゃんのとこに行くぞ。急げ急げ。はいはい、宮地内の、あ、お、どこからか間の抜けた歌が聞こえてくる。タリララララ、私はウノ、踊りが上手。初めての人出てきましたね。なんか他の猫さんたちよりもつるっとしたフォルムのね、ウノちゃん。ラリララ私はウノ、はい、お歌も上手だね。ウノと名乗る娘はくるくると踊りながら人混みをすり抜けていく。なんだあれは、あれなんかね、変な子がいるね。おじさん、どいてーなのね。ごめん。ウノは俺の目の前を奇妙な足取りで通り過ぎていった。あ、通り過ぎちゃった。あ、キュウハチがいる。キュウハチ、キュウハチとはもう関わらない。もうなんかもうね、心が痛くなるからもう関わらないことにします。はい、いる。猫も頭も縄元の住み方を貸している。あ、いないか。縄元はもうしばらく会えないっていう感じかな。にぎわっている。あ、ウノがいるじゃん。まだ道行く人間の足元をすり抜けながら踊っている。そっか、猫状態なのかな。足元をすり抜けながら、ウノなのね。またあの娘か。サチリョエチョ長屋に来れば私に会えるかもしれないのね。もう人間に蹴られそうになりながら人混みの中を器用に踊っている。放っておこう。サチなんちゃらなんちゃらね、サチなんちゃらサチなんとか長屋、まあ一応メモしておこう。あの子のイベントは私は行かなくてもいいけどね。ジンゴロウって誰だっけ。あ、ジンゴロウさん、君に会いたかった。俺とは関わり合いたくないと言った顔だな。俺もやつとは話すことはない。放っておこう。あの人もなんかね、怪しいんですよね。なんでしょう、何か秘密が、なんか裏切られそうで怖いんですよね。で、エウメタク、ここ何にもないんですよね。ああ何にも起こったことがない。朝に行った方がいいのかな。22時か今。歓楽街に行こう。なんかいる、誰かいる。延々とした、あ、これこの前読みました。で深夜ですね。3時、3時は何もすることがない。あ、これね、さっきの人か。あ、この1回なら行ってみてもいいな。でもヒゲや閉まってるかな。やっぱこの時間に行くとこっていうのがないんですよね。ちょっと会ってみよっか。はい、どうも。裏長屋とは違い2階建てのやや立派な作りとなってる。あ、立派なとこに住んでるのかな、うのちゃん。突然俺の前に猫股の影が映った。む、何やつ。ラリララ、ここが私の住処なのね。屋根の上に片足立ちで器用に踊っているウノの姿が見えた。もう器用だね。あら、あらららららら。屋根の向こう側で起きた大きな音は聞かなかったことにした。あ、そんなに器用じゃなかった。まだ話してみようか。同じかな。あ、
ララランララランランラン、私はウノ、屋根の上で気持ちよさそうに歌うウノの姿が見える。あらら、おじさん今日も怒ってるのね、怖いのね。うん、変な子、嘘なのね、本当に怒んないでほしいのね。困り顔ですね、十兵衛も。他に何かある？それまで？私はうのー、あ、これ一緒っぽいですね。十兵衛本当に怒ってるのかな。困ってはいるけどね。どこ行こう。はい、17時オリビドを行ってみるか、久しぶりに。うん、はいはい、かかってます。あ、何も起こらないか。何も起こらないな。また歓楽街に行ってもなんだし。あ、この時間まだヒゲ屋空いてるか。あ、ヒゲ屋の他にあのもう一つ食べ物屋がありましたよね、お気に入りの。うん、入りましょう。ここでもう固まっちゃったらヒゲ屋にはもう入らない。タカに行ってみようか。じゃあご注文ですか。ああ、今日はね、山菜の煮付けがいいですよ。頼む。はい、すぐお待ちしますね。お待ちしますね。まあ、仕事に戻っていった。む、店内に客の姿はない。どうやら閉店の時間を過ぎてしまったようだ。あ、0時に閉まっちゃうんだ。俺は感情を置くと黙って立ち上がった。店の奥から千の声が聞こえたが、俺はそのまま店を出た。うん、お、5月1日になったね。4時か。朝早くにえ、梅たくこじまりとした民家。あ、もう何にも起こらない。じゃあ9時か。9時に住みつぼ家に行こう。どこだっけ。淡島屋じゃん。え、あれ、ないない、淡島屋でいいや。ニエモンルートに行ってもいいよ。はいはい、入ってみようかね。うん、はいはい。あ、いるね、ニエモン。初見をしているか。十兵衛、長屋のお嬢さんとは仲良くやっておるか。うん、仲良くしてるよ。ニニ相手に仲良くもクソもないわ。うん、そうだよね。まあすぐに言うとは言わん。少しずつ打ち解けていくのじゃな。うん、不満。はい、あ、もう、あ、これだけですね。はい、打ち解けていこう。線とも、あ、線だっけ。あ、線はさっきの子だ。キサだ、キサ。じゃあキサに話してみようかね。はい、いるでしょ、この時間なら。源七はまだいいんだよな、今は。その弟さんとは会いたいけど。だいぶ隅からしくなってきたね。お、いるぞ。チュベいる？俺の住処、長屋の物置にキサが入ってきた。何の用だ。はい、これ、あ、これか。汁かけ飯の入ったやつね。うん、ありがとうね、いつも。これの時はもうそれ以外ないですからね。コロザ？だらけ切った格好ね。何を見ているんだ？あ、これね、気になるやつですよね。うん、移動して、うん、原七いますね。話しかけてみよう。そういえば物置に猫が住み着いたな。そうみたいだね。キサちゃんが熱心に世話をしているようだよ。まあ、下手に下手に子供を産んでやかましくならなきゃいいきゃ、けりゃいいか。うん、バカだね。男猫が子供を産むかい。そうですよね。おっか、なんでそんなことわかるんだよ。あ、そうですよね。オスってよくわかったね。あの猫ね、私によく懐いているからね。ん？懐いた覚えはないんだけど。
猫でもいい女かどうかはちゃんとわかるんだよ。てんてんてん、ちょっとジューベイも不満そう。よし、およそへ行きましょう。うん、うん、あ、もう音が、もう疲れてるんですね。じゃあ寝ましょうね。自宅に帰って、まあこの時間何もすることないし寝ましょう。はい、全身重たい疲労感が包んでいる。うん、夢を見ずに済みそうだね。かわいいな、ジューベイ。このギャップですよ、この渋さと可愛さのね。記録しましょう。うん、書き込みましょう。まあ基本的にやり直しをしないつもりだから、やっぱここだけでいいですかね、書き込むのは。はい、終了しました。で、キサがいましたね。話しかけてみましょう。おはよう、キサいる？あ、ご飯か、また。キサはしばらく何もないのかな。じゃあ、原七の部下。あ、キサがイベント起こった。ん？あれはキサのやつ、何をこそこそしているんだ。てんてんてん、どこかへ出かけるようだが、買い物へ行くようには見えんな。ん？あの子の元か、つけてみるか。あの様子、何かあるな。あとをつけてみるか。暇つぶしくらいにはなるだろう。これは楽しみですね。ずいぶんと歩いたな。こんなところまで来るということは、やはり買い物ではなさそうだな。ん？あの店に何か用でもあるのか。俺は店の看板を読んでみた。マスミ。おう、料亭か。あ、料亭とは意外。あ、でもご飯一緒に食べるのかな。俺はキサの入っていた料亭をそっと覗いてみた。そっちにばっかり考えてる。ダメですね。まあキサにもね、いろいろあるんですよ。普通に。おい、こっち、お茶ちょうだい。あ、ここで働いてるんだ。はい、ただいま。キサのやつ、こんなところで一体何を？いつも食費を切り詰めているあいつが、こんなところで食事をするとも思えんが。おキサちゃん、あちらのお客様、お願いね。ああ、ここで働いてるのか。はーい。お待たせしました。ご注文をどうぞ。あれは、いやー、いい子が入ったね。あ、入ったばっかり。ええー、愛想はいいし、よく気がつくし。なんでも親父さんと二人暮らしなんだって。親父さんには内緒にしてるのかな。こそこそ出てったってことは。えらい子だよ。家計を助けるために働きに来てるんだってさ。おお、うちの脇にも見習わせたいね。貴様のやつ、ここで働いていたのかね。マスミ、おキサちゃん、今日はもう上がっていいよ。はい、あとこれ残り物だけど、よかったら持ってっていきな。持っていきな。いつもすみません。なーに、うちもおキサちゃんみたいによく働く子が入ってくれて大助かりだよ。そんな、おだてたって何も出ませんよ。また明日も頼むよ。はい、それじゃあ。キサちゃん、いい子ですよね。気をつけてお帰り。この人もいい人ですね。よかったね、いいところで働いてますね。うん、帰りました。結局キサの仕事が終わるまで店に居続けてしまった。無駄な時間だった。いや、無駄じゃないよ。帰ろうとする俺をキサが呼び止めた。あ、気づいてたの？あ、今気づいたのか。あら、ジューベイ。ん？ああ、ひょっとして見てたの？まあな。そっか。ん？内緒にしたかったのか。お父っつぁんには内緒にしててね。まあ喋れないからね、お父っつぁんには。余計な心配させちゃうから。ちょっと心配ですね、体の方が。本当？ああ。約束できる？くどい。第一、俺は五郎座とは話せん。そうだよ。それじゃあ早く帰りましょう。お父っつぁんがお腹を空かせて待ってるわ。
俺はキサと一緒に心型地の長屋に入った。新行事か。やれやれ、今日はつまらないことで時間を潰してしまったな。さっさと寝てしまおう。いやー、面白かったよ。眠れない？ん？何か聞こえるな。キサたちの話し声か。最近帰りが遅いようだが、どこかへ行っているのか？友達のところへ。そうか、もう友達ができたのか。うん。キサ、あまり無理をせんようにな。あ、やっぱ結構察しがいい人なんだすね、五郎座さん。え？いや、五郎座のやつ知っていたのか。ふ、全く不器用な親子だ。まあいい親子ですね。お、進みましたね。キサルートかな。じゃあ五郎座見てみましょうか。隣の部屋を覗くと、あいつも通り。あ、いつも通りか。五郎座さんは何をしてるのか気になりますよね。記録しましょう。せっかく進んだんだね。また止まっちゃ嫌なんでね。はい、はーい。移動しましょう。ついでに原七イベント起きないかな。原七さん、話し声が聞こえる。そういえば、あ、これはこの前見たやつですね。まあ、子供は産まないから安心してね。うん、大丈夫大丈夫。もう30歳だしね。うん、嘘へ行きましょう。ジュベはそんなにね、そんなことは起こらない気がするよね。カズサやヤネはいいとして、深夜ね。今川町長屋、上新寺、門前町ね。ひげ屋も開いてないし、宝禅寺か。ここは寝るところだな。今日は、どうしよっかな。はい、玄庵さんのとこに行ってみましょう。うん。あ、いるな。久しぶり。おや、十兵衛殿、具合でも悪くなりましたかな。いや、どこも悪くないが。うむ、では次の患者を呼んでくれぬかの。あれは診療室から追い出されてしまった。そっか、失礼しました。お邪魔しました。結構いるんですかね、体悪くなった猫さんたちは。淡島屋に入ってみましょう。うん、ちょっとね、キサと仲良くなったから変わったかもしれない。ニエモン、はい。あ、初見をしてる。うん、変わりませんね。ニエモン、すっごい固まってますね。真顔でしたね、ずっと。私は住みつぼ宅に行きたいんだ。え、どこだっけ、住みつぼ宅。火事場、火事場はいいでしょ。ここら辺だったはずなんだけどな。あ、ちょっと奥まってるんですね。うん。お、いるじゃん。話す。作業台に向かって熱心に手を動かしている。あ、みんな忙しいんだね。ごめん、俺がいることさえも気がつかないようだ。ちょっと危険だよ、それは。下を覗いてみよう。ん？む。下の部屋に男が一人いる。狭い室内には少々散らかってはいるが、片隅に置かれた大工道具だけはきちんと整理されている。下の住人は大工か。男は真新しい金槌を手にしている。へへ、やっぱり新品はいいね。そうだ、名前を書いとこう。なんか今までに見ないような見た目のね、もうつるっとした人がいますね。眉毛がつながってる。そばかすがついて。
ひころくっと。これでよし。ひころくさんか。新品の金槌をじっと見つめている。変なやつ。ん？上も下も何かものづくりする系の人は住んでますね。猫と人が。ゲームタクなんもないしな。5時。うん、いる？さすがにこの時間はいないか。すべて閉められているね。仕方ないね。お、何か起こった。おー、ジューベ、こんなところにいたのか。入門？この音楽は。通りを歩いていると突然後ろから声をかけられる。あ、でも時間がもうこの時間になってるんでちょっと中途半端ですが、ここで一旦切ろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。